会いたかった、会いたかった、会いたかったは、日本の女性アイドルグループ、AKB48 の楽曲。楽曲は、秋元康氏により、作詞、ソングライターグループのバウンスバックにより、作曲されている。2006年10月25日に、AKB48 のメジャーデビューシングルとして、ディフスターレコーズから発売された。楽曲のセンターポジションは、前田敦子が務めた。 会いたかったの発売以前に AKB48 はインディーズレーベルから桜の花びらたち、スカート、ひらりの2作品を発売していたが本作でメジャーデビューを果たした2006年8月20日に AKB48 劇場で開催されたチーム A 公演で劇場主配人、戸田崎俊信によりメジャーデビューが発表され観客には公演終了後に 妨害も配布された会いたかったは、チーム A セカンドステージ、会いたかったで使用されている楽曲をシングルカットしたものである。インディーズの2作は、AKB48 チーム A のメンバーのみ、参加していた。そのため本作もチーム A メンバーのみの参加とすることを考えていたが、後から加入した、チーム K のメンバーにとってのビュー作にもしようとした。 しかし両チームの合計人数が多く、CD ジャケットにそんなにいっぱい載せられないと思ったという理由により、メンバーの一部の無を楽曲に参加させる選抜メー制度を導入した。その後のリリース作品では全員参加のものを除き、同様の制度が適用された。あ会いたかったのシングル CD は初回生産限定版と通常版の2種類がリリースされた。 両者とも CD の収録内容は同一で、初回生産限定版のみ DVD が付属している。また、通常版は、初回プレス限定で、ピクチャーレーベルが採用された。CD のカップリング曲には、本楽曲と同じく、チーム A セカンドステージ、会いたかったの楽曲である、だけど、が収録されている。CD などに印字されている、会いたかったの文字は、オノエレナによる。 会いたかったのシングル CD はオリコン週間シングルチャートで最高順位12位を記録、その後60周チャートインするロングセラー作品となった。会いたかったのミュージックビデオは久保重明が監督を務めた。ロケーション撮影は千葉県館山市周辺で行われ、駅のシーンは東日本旅客鉄道 JR 東日本内房線の中船形駅で映された。 また、歌唱シーンの舞台となったのは、同志南部にある、須の崎灯台である。ストーリー性のある内容で、主役は、前田敦子。メガボルトで使用された衣装は、制服ファッションブランド、キャンディスーガー、株式会社四葉、テーラーの協力により制作された。この衣装は、AKB48 グループ衣装、責任者兼クリエイティブディレクー、2017年現在、の,のが、 初めてデザインを手掛けたものである。会いたかったは2007年12月31日放送の第58回 NHK 紅白歌合戦で歌唱された。また2010年12月24日放送のミュージックステーションスーパーライブ2010でも披露されている。会いたかったは以下のメディアで使用されている。会いたかったは秋元康プロデュースの スズメによってカバーされている。このカバーはデビューシングル、うぐいすだにちょんぼのカップリング曲として収録されている。また、楽曲は女性アイドルグループのアイドリングから選ばれたメンバーである、遠藤舞、と岡うかえ谷沢恵梨香、横山るりか、坂井ひとみ、朝日奈ひろし、菊地あみ、三宅ひとみによりカバーされている。このバージョンは、AKB48 とアイドリング。 のコラボレーションユニット AKB アイドリングのデビューシングル中止ようぜのカッリング曲として収録されている AKB48 の日本国外の姉妹グループでもカバーされており JKT48 ではシングルフライングゲットのカップリングとして収録され BNK48 公日及び MNL48 公日においては デビューシングルの表題曲に採用された。AKB48、SKE48、SDN48 のメンバーで結成された、ユニットチーム Z のビックリパチンコ、ゼニガタヘイジウィズチーム Z オリジナルサウンドトラックには、会いたかった、お江戸バージョン、編曲、の中、正さ一が収録されている。会いたかったの歌詞、振り付けをそのままに曲調を、 マイナーロックアレンジしたものとして会いたかったかもしれないという楽曲がある。これは AKB48 の公式ライバルとして結成された女性アイドルグループである乃木坂46による楽曲であり、グループのデビューシングルぐるぐるカーテンにカップリング曲として収録されいる。AKB48 の姉妹グループである BNK48 は本楽曲を 会いたかったというタイトルでカバーし、グループのデビューシングルとして2017年8月8日に発売された。歌詞は会いたかったの部分以外は秋元の詩を最後に翻訳したものとなっている。楽曲のセンターポジションはミュージックが務めた。カップリングでは大声ダイヤモンドと365日の紙飛行機のカバーが収録されている。本作は 有名アーティストでも CD の平均販売枚数が2000から5000枚のタイで13,500枚を売り上げた。カップリング曲の歌唱メンバーも歌詞と同一である AKB48 の姉妹グループである MNL48 は本楽曲を会いたかったがストングマキタというタイトルでカバーし、グループのデビューシングルとして2018年に発売した。 歌詞はタガログ語に翻訳したものとなっている。選抜メンバーは第一期生オーディションの総選挙における上位16名が選出されており、センターポジションは同総選挙で1位となったセンターガルの席が務める。カップリングでは桜の花びらたちとスカートひらりのカバーが収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。